はいじゃあ,あ、引き続きましてね、今度は代表ですね、えー、第72回本試験代表の一応検証会ということになりますんで、まあ、お時間1時間弱ですね、えー、頂戴いたしまして、お話の方をしていこうと思います。ご、ま、議、あ、論から引き続きご参加いただいている方々もおいでになりますんでね、まあ、あんまり長い話もあれでしょうからあ、ポイント絞ってね、お話ができればと思います。 で今日の解説会、ご参加の方には、あ先ほど、募論でもお使いいただいて、まあ、代表からもいらっしゃいますんで、このね、えー、模範回答冊子、お配りをさせていただいておりますが、あ前半がこれ、記論になってますんで、代表編に関しては、ページの、ページ数入ってねえけど、5ページ以降だね、えー、に、代表の回答という形で入れさせていただいております。 5ページ目っていうのかなあ。これが第1問。で、6ページ目が第2問。で、7ページ以降が第3問の回答という形になります。で、こちらのね、まあ、予想配点箇所も付けさせていただいておりますんで、えー、まあ皆さん方、あ各自ね、えー、ご回答いただいた内容等々と付け合わせ、えー、ご確認をいただければと。 というところになるんですけども、まああ、繰り返しになりますが、この配点箇所はあくまでも私ども、れっくんが考えた予想配点に過ぎませんので、えー、実際の本試験の配点とは違います、えー、違いますというか、分かりません、えー、分かりませんので、まあ、あくまでも一つ予想という前提でご確認はいただきたいと。 いいう,うに思います、まあ、その上で、ページ数が下に入っているのか、ページ数下に入っている6ページっていうのが、一番最後の方に入っているのが、今回の総評と、えー、あとは私どもが考える、各門の状況、まあ、さらには、ボーダーラインですね、これぐらいが目安になるんじゃないですかというのを一応入れさせていただいております。で、今回、まあ、一応、ボーダーラインとしては、50点から56点と、 いいいう形にさせててただいておりますえー、まあこれも少し幅はあるっちゃあるんですけども一応これぐらいがまあ私どもの配点箇所でいうとこのボーダーラインかなというところです。まあこれはあのやっぱりね計算がある程度取りやすいというところがあるので、えー、この50とかっていうところをまあ仮に取ったとした場合にですね あの一応計算としては第3問はうちの一応ボーダーとして今回打たせてもらってるのは30から34まあまあ普通ですね。えー、というところになるからあーボーダーライン50点または56点の中で計算が30点または34点程度という形になってるんでまあそうね。 極めて一般的といえば一般的な材料的な材料的な問題だなという気はする、まあ、特にこれは計算がね、えー、そういう感覚ですねで例えば僕が担当させていただいてた講座あの母材横断の講座などに関してはあの常日頃から計算は目標40以上と。 ということでご案内をしているんであのー、今日の問題に関してはちょっと量が多いんで40って結構厳しいかなっていう気もするけどもただまあ超えてる人はいるだろうなという気もするで超える人もいるだろうしうー多少足んなくてもまあ39とかあそれぐらいはなんとかいくんじゃないかなという気がします。 まあ計算能力の高さっていうのがあの母材横田の方々のある意味武器だったりはするんでまあ今日の財布はね多少量は多いですあの多少ねで多少量は多いけどあの出題されてる論点自体は突飛の話はまずないのであの極めて平易な第三問と言えますだからまずこれを点数取るだけ取っていかないといけないよというところがまず前提になるでしょうね あの難しくもないし、まあ、簡単でもない普通、えー、普通だなっていう感覚、えー、なので、まあ、僕はあの製造業とかも今年はあるかなというふうに思っていて、まあ、うちの当連なんかはわん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 そっちをやってもらったんであれに比べりゃですねあの作業量は全然少ないと思いますよ。で思いますけども、まあ、そうは言ったって今までの試験の傾向として考えると。 まあ著しく量が少ねえってわけでもないむしろちょっと多めなのでまあその処理量をどうするかっていうところがあるんだけどただねやっぱりちょっと今回もなんですけども結論から言っちゃうとねあの間違いないですけど今年の財表もあの計算勝負ですあの計算できないとお点数がまず作れないと思いますまあこれはもう皆さん方お分かりの通りまずあの理論がね あの収益認識があそこまでちょっと重箱の隅つくような話が出るかっていうのはなかなか思わなかったのとあと第2問の方でほらあの去年ボキロ論で出たやつねあの固定資産絡みの総合消却とかが出てるんであんなのは普通準備してる人ってあんまいないでしょうからああそうなるとやっぱ問題として点数取りにくいですよだから今年の関してはまあそもそも例年ね近年の財表ってのはそうなんだけど あの理論で点数を取るだけ取って計算でカバーっていうのは成立しないっていうのはずっと言ってますがもう今年も顕著にそうですしたがってあの理論勝負みたいなのはもうもはや代表には基本的にない、えー、無理ですしたがって、まあ、今年も顕著だなっていう気はする例えば収益認識なんかはね 1一つ新論点として、まあ、今までの伝統的な傾向でいうとまず新基準が動けば材料の理論で出して翌年以降簿記論の材料を含めて計算で出すっついうのが典型だけど、まあ、今年は簿記、えー、論の方でもう計算も出ちゃったしで材料に関して言うと理論でねドカンと出てきてるんですがまあでも逆に言えば材料理論で、まあ、新基準の話を出すっていうのは1つ典型っちゃ典型だけどちょっと早いような気もするんですが。 あ量的にでかいからねもしかしたら中には準備されてた方もいらっしゃるかなという気はする,するけど多分ねこれあのある程度準備してる人でも多分全部は解けないですよあの重箱の隅つ,つくような話があるから。でそうすると第一問の絡みであのこれ20とかいくのはまず無理です。まずできなないいいと思うう中にいるのかもしれけどごく少数だろうね 20点これ超えるって相当だと思いますよ僕まあ無理だと思いますやっててもおやってても多分無理えー、まあそれしかやんねえっつうんだったら別かもしれないけどまあそれは多分無理でしょうなでなかなかこれ点数を大きく伸ばすなんてうことはまあできないと思いますで第2問もまあ普通に考えると、まあ、さっきも言った総合奨却なんかいい例ですけどあんなのはね 準備なんかしてないんで、まあ、そうするとやっぱ第二問もできないでしょで昔のね僕授業中にもよく言うけど僕らの時代の座標っつうのはあの理論っつったらね予備校で配られるテキストに書いてある話を覚えるのが理論の勉強だったんですよだから僕らの時代の理論っつうのは理論というのは暗記なんですね。で大体決まったもんしか出ねえから決まったことは覚えたけどそれでいいみたいな話なんですけどあの材料の今の理論と違うからね。 あのー、その先生その先生がオリジナリティー含めた問題出してきますからあ理論のテキスト暗記だけしたってどうにもならないですよ。でその後その後でやっぱり文章展開しなきゃいけないような問題が入ってくるそうすると文章展開のところまでひっくるめると満点なんか絶対出ないですよ。だから皆さん方規定文の虫食いとかあそれに準じる内容とか、まあ、そういったところで点数を積んでいくことぐらいしかできないんで現実的に財布の理論の対策ってそれぐらいしか無理だと思います。 今年の試験見てても僕は思った。ああだからやっぱり例年通り今年ももう計算勝負です。もう計算能力がすべて、えー。だからあこれは去年も僕同じような話してるけど、もうね計算嫌いっつのは成立しないです。あの計算嫌いだと財布浮かんないです。えー、無理です、えー。理論どんなにやったって絶対無理。 ななぜならばさっきも言った通り多分今年ももう何人か連絡は頂い,いてますけどあの今年の第3問も40超える人は超えますよでその時に計算で20点なんつったらもうそこで20点ぐらい点数開いちゃってるんだから理論で20点ひっくり返すなんか100%無理ですからねえー、そうなってくるともう勝負の土台に乗らなくなりますだからあもう今ねもう今ねつうかもう10年ぐらいずっとそうですけど財料はやっぱ計算勝負ですよ だから、計算でしっかり点数取れた人が勝つ。で、その前提でのは、今年も変わりません。もう、顕著。なので、えー、ここがどれだけ取れるかだと思います。えー、で、まあ、そうな、理論、理論、そうね、今年僕の感覚でいうと、第一問、第二問で、それぞれ10点ずつぐらいじゃないですか。 僕思いますよ第一問いいとこ10点第2問いいとこ10点、えー、もうそんだけ取れりゃ逆にはおんの字でそこだけやっといてもらった上で計算でまあ僕の目標は40ですからあやってってもらえればその段階で単純採点で60点ですからもう合格ラインですね。で40点は行くんで で多少難しいと話になれば39とか38だって話しましたから、あ10点10点の上で計算で378までいっておいてもらえれば58ですね。ボーダーはプラスで3点とか4点とか乗ってますんで、全然上行ってます。だからそうするとまあ無事合格ぐらいには乗ると思います。やっぱそれぐらいでちょっとやってっていただかないといけないかなっていう気はする。である程度理論に力点を置いた方でも。 まあおそらく普通に考えれば今年の問題であのー、さっきの話だけど第一問の理論で20点取るとかね第二問はもしかしたら去年簿記論受けて総合商客でちょっと散々パラ嫌な目にあったから総合商客はちゃんと見直しをしといてでその上でその知識をそのまま理論に当てましたって人だったら第二問で20点いく人はいるかもしれない。 でいろいろかもしれないけど、まあ一般的には多分厳しい。えー、ので、まあそうだな、やっぱり10点ずつぐらいしか取れないような気がするな。あだ逆に言うと、それぐらいをしっかりと拾っていってもらうっていうのが、まあ今年も合格戦術です。で、繰り返しになりますけども、まあ皆さん、まだ結果はね、あのー、同分先になりますから、 先ほど簿記の時にも申し上げましたがあうちが出してるボーダーラインだって配点だってうちの予想でしかないんで駆動、えー、業ですけど母材に関してはうちの自己採点結果ボーダーラインより5点ぐらい低くても合格の通知が届く人はいますからあーそれは何とも言えないんでまあ結果はねしばらく待っていただきたいんですがあーまあ結果出る前に。 えー、一つ参考として申し上げると今僕が申し上げたようなスタンスっていうのはまあそうねやっぱ代表の受験をお考えの時にまあ念頭に入れていただく必要は来年以降もあると思いますよつうか今年から変わったわけじゃなくてくどいだけど10年前ぐらいからずっとそうだからあしたがってもう計算でやっぱり40目安は40です、えー、そこをやっぱりどう近づけるかです。 えー、まあこれあのどこまでのラインを言っていくかって講師によって違うと思うんですけど、まあ、一般的に財表だけね、えー、勉強してますよって方であれば33から35とか、まあ、もっと言うと30点ぐらいが目標ですっていう方もいらっしゃると思いますよ。ただね僕個人的にやっぱ30って低いと思うんですよ財表で。え代、ー、表で30って僕らがやってた時にやっぱ32とか33とかってよく言われたんで二十数年前ですよ。 でその状況を考えるとさっき簿記論でもちょっと言ったんだけどまずね最近、あのー、やっぱ受験生さんの質自体がうんと上がってるんであのこれは間違いなく言えますあの僕当連採点してますからよくわかる、えー、難易度が高い問題に対する対応される方の数が圧倒的にやっぱ増えてるここ56年は顕著かな。 あという気がするんでまあそういう気もするからその前提で言うとやっぱある程度ね計算でしっかり点数作っていく人じゃないと厳しいと思います。ではそこをしっかりね、えー、まず構築していくっていうのは大事かなというふうに思いますよ。でね 結構これもみんなでね、一生懸命、えー、総評の方を作ってくれたんですが、もう基本第1も収益認識絡みに関しては、うちなんかもそこまでガン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 やってるわけでもないので、えー、そうね、やっぱり総評の方にも入れさせてはいただいたんだけども、問いの1番、問いの1番の括弧1。 そうなここの言葉ぐらいはわりかしベーシックなんでなんとか頑張ってほしいかなああいうふうに思いますしうんでもこれどうかな問いの2番に関しても括一1括弧二まあこれは認識ステップの話ですからまあメインだってるっちゃメインだってるんでここら辺もちょっとやっぱ拾ってほしいかなっていう気はするな うーん、そうね。そこら辺がまあ、優先的に拾いやすい話なのかな。だから、あ問いの一番、カッコ1。えー、それから、そうね。 そうだなで問いの2番に関しての括弧1括弧2まあこちら総評にも入れさせてもらってるけれどちょっと括弧2あたりはね部分的に入れ替わっちゃう可能性もあるんで取り切ってっつうのも結構厳しいかもしんないけどでもまあここは選ぶだけっちゃ選ぶだけだし5つのステップの作業過程なのでそうだなうん問いの2番頭んとこの2つぐらいかな。 そうね、まあでも配分で書くのは厳しいかああ配分はちょっと厳しいかもしれないけどまあ問いの2カッコ4番のとこかねえああここら辺はちょっと拾っていただきたいかなっていう気はしますねでもうそれぐらいかなあのね問いの3番とかで、まあ、例えば原価回収基準なんていう言葉は あー埋められるのが理想だなっていう気はするけどもでもこれ書けねえような気がするんだよなそうすると問いの3番はちょっとなかなかやっぱ僕は個人的には点数取りづらいような気がしますよおーそうするとまあ何とかいけても多分問いの3番でカッコさんの1の原価回収基準と言葉を書くぐらいだと思うので えー、それ以外はちょっと厳しいんじゃないかなっていう気はしますまあ逆に言うとそれ以外のところも取れたよって方は自信持っていいのかなっていう気はするけどもまあ基本問いの1番問いの2番でパートパート拾いながら問いの3番で一部原価回収基準ぐらい埋めてもらえればそれで御の字なのかねいう気はするでその内容までは多分書けって言われてもなかなかまとまらないと思うのでまあ書かなくてもいいのかな いう気はするんだよねちょっとこれ部分点狙いに切り替えてってもらうということがやっぱり大事なのかなというふうには思いますね。まあでも問いの1問いの2あたりでパートパート攻めてってもらうとまあ10点前後ぐらいはやっぱいきますからあーまずはそこら辺をしっかりとカバーを図るという形にしていただくというのが。 そうね基本になってくるんじゃないかな。でもそれがいいとこだと思いますよで。一応うちのボーダーとしては12点から14点いう形で歌っちゃいますけどまあもうちょっと低くてもいいよう、ね、な気がするね、えー。10点前後ぐらいでもいいような気がするんでまあその前提でね少し確認を取っていただければいいのかなというふうに思います。で その前提でね第2問の方のがまあ手は出しやすいような気はする。ね、で第2問のが手は出しやすいような気はするんだけどあのこの工藤だけどね冒頭の部分で5個を記入していただくスモール B に関しては総合焼却なんであのこれは普通やってないですからそんな書けないと思うからあ総合焼却なんかできなくてもいいと思うんだけどもスモール A のね 対応期間っいうのはやっぱちょっと埋めてほしいよね。対応って言葉ね。これはちょっと埋めてほしいなっていうふうに思うんで、えー、問いの1番の括弧1は半分、ね、えー、スモール A の方がちゃんとかけてれば問題ないんじゃないですかね。えー、まず冒頭部分についてはそう思いますね。で、その前提で、そうだな うーん。かっこ2番。かっこ2番もまあ結構厳しいからな。かっこ2番もちょっと多分厳しいような気はする。でこれは多分できないでしょうし。かっこ3番に関してはまあ回答枠がそこそこあるといえばあるんだけどもうーんそうね。まあこれもちょっと厳しいかな。 ねえちょっとやっぱこう厳しいな「妥当の1番」に関して頭の方でちょろっと取っていただく「うーん説問の括弧1番」とかで取っていただくぐらいしか積極的に攻められるところはないのかもしんないね。で逆に言うとあのもうこれ知らない話だから明確にズバッと切り分けることもできたような気がするんで変にこだわって適当なことを書く時間があったらもうとっとと次いっちゃった方が良かったでしょうね。 まあそこはあの当連等でも少し申し上げてきておりますけどもあんまり適当なこと書いても時間の浪費になるだけだからあ分かんないものは分かんないものでもうとっとと飛ばして次行ったほうが良かったですね、えー。それでもまあ実質的には結果,結果ですけど問題はないような気がしますよ。 で時間をかけて、やっぱり第二問に関してある程度やってってもらうのは問いの2番だと思うんで、まあ、問いの2番は資産受給債務の形状等に関する取り扱いですから、こっちはね、一般的に対策があ取られやすいお話だと思います。したがって、まあ、そちらでしっかりと点数取り切るということかな。で、まず、あの問いの2番でいうと、この括弧一1は、 あの普通の作業なんで当然これは計算やって答え出すだけですからこれはもう取んなきゃダメです、えー、普通に解いてくださいで普通に解けますしあの難しくもない、えー、のでえまずそこ2つ取れる、まあ、そうするとそれで4点はいけるねでその上でカッコ2番以降かカッコ2番以降をどうするか、まあいう問題になってくるかないう気がするけどまあでもカッコ番結構これ書くのは書くのは厳しいか ね、書くのは厳しいような気もするんでまあ特にそうだね損益計算書における処理も処理の理由も、まあ、かなり後半にわたる記述をしなきゃいけないところがあるんでそうね3点6点の配点だけど3点6点丸々取れる人なんか多分いないだろうから。 まあこっちはただ計算の知識に裏付けされてるんで、まあ、記述をやっとくことによって部分点狙いっていうのは一つありなのかなという気はするけどもおただこれもまあ文章自体が全く思いつかないということであればもう時間かけるだけ無駄なんであのそこはそこで切ってしまってもいいのかなという気はします。で切ってしまって、まあ、その上で括弧3番あこちらの方につなげていただくという形になるんじゃないかね。 でそうだな、うん、どうだろうなこれこれはうんまあでも計算が全部合わないまあでもこれをなんとか頑張ってやっぱどっちかだろうなどっちか ししっっかり取ってってほしいなできればちょっとカッコ3番でやっぱ攻めてもらう感じになるのかないう気はするけどねただやっぱりもう小手資さん受客の話はカッコ2番あたりは意外とね見りゃ何てことないんだけど書けちゃうのん書きにくい話であることは間違いないんでなかなか大きくここで点数飛ばすつうのも厳しいような気がするからまあ第2問の領域の中で言えば 問いの2番のところの冒頭に入っている計算の領域をまずしっかり取り切った上で括弧3番、まあ、これも計算に準じる話ですけどこちらでねなん、えー、とか頑張って点数積むという形で点数作っていっていただくというのが基本になるんじゃないかなまああとは理論論述の部分、えー、処理の論拠であったり資産去傘務関連のね処理の論拠だったり PL 上の取り扱い まあここで1点2点の加点が狙えれ,ればそれでいいのかなっていう気もするけどねただまあやっぱいっても1 0は厳しいような気がするな,んな8とかあ一応ボーダーライン8って打ってるけどまあそうね1点8じゃねえですかねえー、1点8とかっていう感じがするけどまあまあもう少しそれよりもね伸びるかもしれないけどもうちょっと低いかな。 ね、まあでもこれ大きく点数やっぱ取れないですよ多分で大きく点数伸ばすのはかなり厳しいと思うのでまあ8点10点つうのはいいとこだろうな、うん、そんなもんなっちゃうと思うよでそれ以上にちょっと高得点を狙うっていうのはかなり僕は厳しいような気がするんで まあ、ボーダーラインの方にも入れさせてもらってるけど、第1問、第2問はこんなところがいいとこかなという気はします、まあ。ちなみに、あの、代表担当の並木先生もほぼ同じ考えなので、えー、それでいいんじゃないのということでございます。で、第3問。第3問は、これね、あのー、今回、さっきもまあ、さんざんぱ話しちゃったけど、 総評の方に入れさせてもらったとおりまあ普通の会社をに準拠した PLBS 等を作れって問題なんであの量はちょっと多いです。量はちょっと多いけど難しくはない。したがって、えー、普通、えー、普通なのでまあこっちにどんだけ集中できたかじゃないですか。だからあの理論がね、まあ、ある意味これ割り切りやすかったような気がするんだけど。 あの設問見てた段階で、まあ、そんなにかけるものが多くないと思うので、えー、多くないと判断した段階でもとっとと計算に振り向けた方が良かったですね。で無駄に時間かけても仕方がないので、えー、そっちを全部もう計算に振り向けてっていただいてそちらで点数をとにかく伸ばすとういう戦術じゃないですか。でこれやってってもらうと。 そうねこれでも結構やっぱ内容的にはどうなのかなキャッシュフロー見積もり法とか出てるから少し面倒くせえなっていうところは当然あるとは思うけどただ回答のために必要なデータ全部揃えてくれてんでねでなおかつですよ原価係数年金原価係数もちゃんと乗っかってるしもうこんなの孫うこともないような話ですから。 あーこれもちょっと僕は取り切ってほしいなっつうふうに思うしやんなきゃダメだろうね、えー、とは正直思いますよ。でそうね田村資産評価だって別に難しいもんないした感情振り替えだっていつも通りだしどうなのかな有価証券評価なんかだって全然応用がない。 あの外科入ってますけど外科なんか入るのは当たり前なんで、えー、そういう前提からすればやっぱね普通だね、えー、っていう気はする、まあ、ただやっぱり試験独有の資料の出し方っていうのはあるからそれはそれでちょっとねやっぱり考えなきゃいけないところはあるとは思いますけどもそうだなでもやっぱ難しいって感じはしない。 で、有形固定資産も、うん、特にしない。あーので、やっぱね、これ、時間のかけようじゃないですか。で、時間をどれだけかけられるかだと思いますよ。あの間違いなく資料は多いんで。ーで、やるべき作業は間違いなく多いですから、まあ、皆さん、どれぐらい通常の時間配分をやってんのかっていう問題はありますけど、ちょっと1時間だとかなり厳しいかもね。もうちょっと時間欲しいかな。 で、もうちょっと時間欲しいかなっていう気はするんですがうーんでもまあそれまでやってもらえればいけるだろうな。で今回中期なんかもかなり解きやすいっていうかアシストベラボうに入ってるからね。 あのー、もう B20 ページ側に中期表的なものを書いてくれてるんだからデータ拾って金額埋めるだけですからこんなの空欄なんつうのはありえないので、えー、当然のことながらあ全て埋めて当たり前だと僕は思いますよ。おなあねあのー、まあ代表の場合には基本的に僕くどいですけど40点狙いやってくれっ,ちって言ってますからあの切るって論点があんまないので。 えー、ですからまあ最初っから順を追ってやってったって別に構わない構わないんですけどあのただもうこれ当然皆さんこれまでご経験された当連等でもそうだと思うんだけどあの中期表の中期記載項目なんちゅうのは20ページ側の資料を見なきゃ当然分かんないわけであの問題の回答手続き入る前にそのチェックするのはもういろはのいいですから。 あその前提からすればあ問題資料の確認を進める過程において、まあ、しっかりデータを読んでいってね順次読んでいく過程において埋めることはできたと思うんでこれ結構解きやすいじゃないですかねほんと時間の問題だけですでさっきのところでも言ったけど模キロの時にも僕言っちゃったけど リースも普通だしソフトウェアも普通だし退職給付なんか普通も普通ですからねちょっとやっぱこういうところをしっかり取り切れる状況を作り出しておかないとやっぱまずいと思いますよで例年あの時間が足んないから退職給付を切るとかっていう人はいますからそれは別に僕はいいんですよあの判断ですからで判断ですからそれはいいんですけどあのちょっとやっぱ退職給付 が分かんねえから解けねえっちゅうのはちょっとあんまりきつい言い方になるかもしれないけどあまりにも準備不足ですね。えねだってこんな普通ですからね。と僕は思います。であのね一時が万事なんですよ。退職給付は時間がかかるから解かないって変に決め打ちしてるとあの痛い目に見ますよ。 おそういうところはもう取らないとだってこんなにパターン化してるもんないですからあ僕に言わせれば棚卸資産評価でよっぽど簡単ですこっちのは何の日にもねんで、えー、したがって決まった過程を決まった過程通りやってきゃ答えが出るんでこんなイージーな論点ないでそれをやっぱやんないとかね言うのはないだろうしストックなストックオプションもまあ 難しいとこないんだよなちょっとやっぱねこれ計算ね40超えるよ、うん、僕ね見りゃ見るほど思うもんあの問題は時間だけです、えー、問題は時間だけなので時間をどれだけかけれるかですよで時間をしっかりかければあのちゃんと通常通り当連で点数積んでいただいてる方だったら40超えてきます そうすると今回うちの方で打たせていただいてる計算のボーダーって何点だっけ ?30 点から34でしょやっぱこんぐらいになりますよどう考えたって。で僕的には30じゃちょっと怖いと思うあの理論がそこまで取れないと思うんで10点10点ぐらいだと思うんでそうすると計算30って結構僕は個人的には厳しいと思います。 正直言って、えー、やっぱ35ぐらいは作んなきゃダメでしょうねあの重々の前提ですよ。第一問第に問で頑張っても普通10点10点ぐらいしか多分取れないんで、えー、その前提で言うと僕の個人的な感覚で言うとこのボーダーは35ですね。僕はね、えー、ただまあ理論でもう少しプラスアルファがあって。 30点ボーダーっていうのも成立する余地はあるとは思うけど計算だけで言ったらちょっと30はやっぱ低いあのそれはもっといっぱい超える、えー、と思います、えー、ですからあちょっと一つそこぐらいまで点数作り上げないと正直きついかなと思うであのこれ分かんないですよ あくどいだけど結果は相手見ないと何とも言えないし、えー、うちの予想配点は予想配点でしかないからあれだけどまあでもどうなのかなちょっとねこれ20点台の前半とかだとちょっと厳しいでしょうねと正直僕思いますあのー、さっきも言ってる通りもうこれ40超えてきますからね上位陣。 そうするとそこでもう15点開いてますから20点全員前,前半になるよ。で15点開いてるのが許容幅になるかねっていう気が僕は個人的にする、えー、のでならないと思うよ多分。であの僕が言ってる上位陣ってあの頭の1%とかそういうことじゃなくてもうちょっといますよお。当連とかでいうとこの上位10%ぐらいのイメージで、えー、上位陣っつってんで。 まあその中にはそれなりの数の方々が多分40超えるか40近くまでいくと思うのでそうするんでやっぱりちょっと今回計算で20点台の前半になっちゃってると厳しいかなっていう気は正直します。だかららある程度そこら辺までは点数持って,っ,てもらうっていうのは必要な気がす。んだよな まあこれが実際どこまでいくのか分かんないけど、まあ、30点台の前半とかでも全然許容幅ですっていうふうに結果なるかもしれないけども、まあ、僕の感覚です、えー、僕の感覚でしかないけどまあまあそれぐらいはいきそうな気がするでいきそうな気がするんでんちょっとこれは顕著に出たかな 顕著に出た、ね、今回今回もうだけど顕著にやっぱ出てるわあの計算が苦手な人はこれはちょっとね乗らないわあと思うだからもうそういう意味ではもう顕著に出てるやっぱ計算勝負ですえー、どう考えても計算勝負だから そうね、一応まあうちとして出させていただいているボーダーラインを一つの参考にしていただくのが大前提だけどまあ付加的に申し上げるんだったら僕はそれぐらい計算やっぱり40近くうんまあちょっと言っとかないと怖いんじゃないのっていう気は正直する、えー、のでまあそこにどこまで近づけるかだと思いますねただまあ実際問題さっきから言ってる通り量はありますから あどうしても理論だってねなんとか思いつくものを書きましょうっていう話にもなっちゃうとは思うのでえそっちで時間をかけちゃってねまあ通常通りの計算の配分時間でしたっていう形になるともしかしたらちょっと厳しいところもあるかなね計算で点数を伸ばすっていう意味では厳しいところもあるかなとは思うけどもうんでもまあちょっとある程度計算取っとかないと。 ね、厳しいだろうなというふうに思いますだからねあのこれうちのね総評の中にも入れさせてもらってるんだけどあの時間だけなんですよ絶対もし仮にですよこれ1時間半1時間半ぐらい使ってたら45点ぐらい普通に出ますよ あのそれは無理ですけどね1時間半さすがに計算で当てることはできないですよできないですけど1時間半仮に計算だけやっていいですよっつったら45点とかざらに出ます出ると思います僕今までの当連の皆さんの答案見ててもあ時間にそんだけ余裕があれば別にそれぐらいの層が上位陣として出てくるのは珍しくないレベルの問題だと思うよお逆に言うとこの計算の問題で 上位陣が三十点台の前半ですってことはもう絶対ない絶対ない、えー、それはありえない、えー、時間をそんだけかけれればね、えー、いうことですようだからあとはもうそういう時間配分がどれだけできたかだし、えー、そこは一つ今後の参考にはしていただいた方のが僕いいと思うですべてはもうそこに尽きると思いますあのー、一応これね 6割程度の得点は十分に可能だって書いてあるでしょねね六6割でしょ ?6 が30ですよ ?30 点は十分に可能なんで僕らこういうの書くときに絶対できないこと書かないんで,で12分に可能性のあるものしか書かないんでそれで30点ですからあ。ということはやっぱりある程度点数を伸ばす人は全然この上いきますよ。いきますって全然。 えー、だからねあの普通にそれぐらいいくと思いますだ怖いのは理論で止まっちゃうことやっぱりあの何にもちょっと書けねえの怖えなとかマッチロ系になっちゃったとかねほぼほぼ選択,肢選択肢が上がってるものしか書いてないのはちょっとあれだなとか思ってどうしてもそっちにこだわってしまうことによって計算に時間が回せなくなって第3問で点数を作れなくなっちゃうっていう可能性があるから、まあ、怖いのはそこだけですね。 えー、そこをもう割り切ってできないものを考える時間よりはあのできるものを手を動かしてた方がいいわけですからあ第3問にしっかり切り替えができた人の方のが結果うまくいったという感じになるような気がするでそこだけですね僕が怖いのはあで結果的に蓋開けてみればですけどおそらくですけど第1問第2問はうちが打ってるボーダーがだ大体10点前後ですからいいとこそんなとこですよやっぱりいかないですよこれ。 1> えー、第1問とか第2問で20点だの22点だのってもう無理ですこれ、えー、そうなってくんと第3問にとっとと切り替えられれば一番良かったねっていうのはもう結論でしょうねまあその前提でちょっと作業をしっかりやってっていただくというところになるのかなあそれぐらいかな まあでもね、愛やっしでね、なかなか試験で理論のところがあんま埋まらないでやっぱり精神的に追い込まれんでね、なんか書きたくなるのは人情だからね、切り替えろ、切り替えろっつったって、まあそれはなかなか本試験の会場ではできないんですけど、ただそれがやっぱり必要だったよねっていうのが、日のうのまあ今回の財表ってうのかな、ああいう感じはします。 えー、ただ、一般的なレベルの問題でもあるので、まあ、今後の見直し等々には、悪い問題では全然ないとは思いますけどね。まあ,あ、こういった類のところをしっかりとやっていくというところはやっぱ大事だろうね。えー、そういうところをしっかりとチェックしながら、まあ、皆さん方あ、今後につなげていただくといいのかなというふうに思います。うん、そうね。でね。 ことし、墓紀論もそうなんだけど、あの収益認識はもうこんだけ前面たって出ましたんで、えー、財票はもう理論でどっかへのどんと出たわけだから、あまあ来年以降、皆さん方がね、母罪受けるとは思ってないけども、一応、不可的な情報として申し上げると、もう来年以降はあの制約がないというか、普通に多分ガがんがん来ますんで、まあ、正直、僕ら思った以上に来てる。えー、早い 他の試験紙も,もう結構普通にガンガン出してる、ね、日商墨検定なんかも出してますからあだからまあ収益認識は多分もうガンガンきます。でまだいまだあ処理の概要が固まりきってなるところもあるんで。 え問題論点としては作りにくいところも多少はありますけどまあそういったところを考えるとベーシックな処理論みたいなものが普通にね、えー、材料であればこの第3問の中にも計算として入ってくるとかああいうところは来年以降はまあ増えるでしょう。ただ今日のの、ね、問題の まあ見直しというのかな今後税法なんかに進まれる時にも一つ参考にはなると思いますんでぜひ聞いといてほしいんですけどあの制度変更があった時にその制度変更に関する扱いっていうのをね対策として見るってことは当然大事なんですよ。 対策として見ること自体は僕は否定はしない今年多くの方々がやっぱり収益認識に関してご準備をいただいた方も多いと思います多いと思うけどもただ今日の問題ね代表の今回の問題なんかもしっかり見直しをしていただきたいんですねでそれは何が言いたいかっていうとあのこれは税法入ったって何だってそうなんだけど新しい規定が動いたらじゃあそこばっかりやればいいのかっつったらそうじゃないんでね,ね今回の代表の問題取ったってよ 仮にここに収益認識が前面立って出たって結局のところ売上等に関する話だけであってですねじゃあそれだけで皆さん方合格点数が作れますかって,って作れないでしょ。で何が言いたいかっていうと新しい規定に飛びつくんじゃなくてまず土台をしっかり固めることが絶対でき大事。さっき僕簿記の時にも言おうと思ったんだけど言うの忘れちったから今言ってるんですがあのね新しい基準が動いたからって,ってそっちばっかりやる人がいるんですけどそれはね論外なんですよ。 そそそもそもそれだけやったったて絶対かかんないからあでこの問題だってそうでしょお工藤ですけど退職給付にしたって有形固定資産にしたって有価証券にしたってですよ伝統論点ができないのに収益認識ばっかりやったって意味ないんですよ根本的にそん、えー、なもんで受かんないからあでそもそも財表の計算に関して言えば総合ですから総合力が問われるんで断片的な売上収益等に関する話だけ一生懸命やったって受かるわけがない。 だから、ちょっとそこはね、やっぱ見るところを間違えちゃいけないと思います。で、そういう意味では僕、僕、見直し題材として、決して悪い問題ではないと思いますよ。こういったベースのところをしっかり固めとくってことが、まあ、仮にね、来年以降、もしもう一回、代表ということが、まあ、嫌な話だけど、あり得る話ですから、難関資格なんで。えー、そうなった時に やっぱりあの今、僕言った通り来年は多分、もう計算は今よりも前面たってきますからで来ますけどえそれはそれで対策は取るにしたって、まあ、今年、せっかく本試験でやっていただいたこういう問題でね、えー、常日頃から見ている内容がどこまでちゃんと自分の中で回答手続が取れたのかそれはもう1回、しっかりと捉え直しをした方のがいいそれができてないのに新しい話を乗っけようと言ったって意味がないから。ね えー、いうところになるんで、まあ、そういう意味ではいいね確認題材だったんじゃないかなとは思いますで。あとは別にこんな皆さん来年受けるでしょってそういう前提で言ってるんじゃないですよあのもしそういうことになった場合に、まあ、そういったことも少し念頭に入れていただいて。 え勉強のスタンスというのは構築し直すというのも一つですよというご提案でその上であくまでも皆さん方にお配りさせていただいてる予想配点とかボーダーラインはうちが勝手に言ってるだけの話ですからあ何の効力もないし、えー、何の効果があるわけでもないしそれなりに僕ら一生懸命考えて出しちゃいますけどもこれがそのまんま本試験の結果になるわけではないので変に落ち込む必要もないしえーね、えー、あくまでも 一つの目安としてて、えー、お使いをいいをただいてです、ね、まあ多くの方々はだいたい母罪は最初にやっておいでになるでしょうから、まあ、このあとどうしたって税法があるんでねでそしたら来年以降の選択肢どうするかっていうこともやっぱり考えていかなきゃいけないのが税理士ですからあーそれらをねご判断いただくときに一つ参考にしていただくという形にしていただいて。 まあ、何を具体的にやるとかっいう点についてもねあのもしご相談があれば僕らの方でも対応はさせていただけるし大体いいお盆休みぐらいから動くのが多いのかなあのうちもそうだしたこさんもそうですけども大体いい試験が終わってお盆休み早いとかお盆休みぐらいからね来期向けの相談会とか動き始めたりもするからまあいろんなものを使えばいいと思いますよあ、まあ、うちとしてはうちに来ていただけない一番ありがたいのは間違いないけどもまあ別にね え皆さん方お一人お一人ライフスタイルは違うんだし勉強の仕方も違うんだしえ大事なのは自分が早く結果を出すことですからあどこでやったって結果が出しやすいところが一番いいわけでえそのねいろんな選択肢がある中でえ自分に合ったものっつうのをしっかりねえ見極めて準備をするというのはありでしょうからねまあしばらくはゆっくりお休みをしていただければいいと思いますけどねそうねお盆明けぐらいからかな。 あはしっかりともう来期向けのお準備等を考えていく時期になりますから、あそういったこともぜひ念頭に入れながら、この夏を、ねえー、過ごしていただくといいんじゃないかと思います。はいまあ、総評的な話が多くなりましたが、あこれがとりあえず今回のうちが考えるボーダーライン等のお話です。まあ、ぜひね、えー、結果はどうであれ、一旦本試験で解いていただいた問題は、これも墓地の時き言うの忘れちゃったな。 あのもう一回必ず解いてください。あのこれは別に来年のためにうんんじゃないです。一回やったものは一回やったものって集大成ですからあーそれはやっぱ確認はしといた方のがいい見たかないかもしんないけど見といた方のがいい、えー、そうすることによってまあ別に次の税法行ったって法人系の話をやら会計の話は土台になるわけだから全く無駄にはならないんででしょ。 ああいうところですから、ぜひ一旦ね、あの、本試験の確認中のは、やっぱりやっといていただいた方が僕はいいと思いますからね、ね、えー、ぜひそういう前提で、えー、もう一回どこか折りを見てね、えー、問題解答しといていただくといいかなと思います。はい、というところでございますよ。 あそしたらね、とりあえず今日はこんなところになりますんで、まあ、何か個別相談とあれば、うちのスタッフもその、えー、待機しておりますんでね、えー、ご相談いただければと思いますんでね、はい、じゃあ、全体としては、えー、とりあえずこれで終わります、まあ、皆さん、あのまたコロナが増えてきてね、えー、いろんなあプレッシャーの中で試験を受けなきゃいけなかったんで、まあ、準備大変だったと思うんだけどね。 とりあえず終わりましたから、あのー、本当にしばらくの間、お盆休みぐらいゆっくり過ごしてもらってね、えー、また来年に向けてね会計だけじゃなくて税法もあるんだからね、影、え、響、ー、を養っていただいて、また次に、えー、進めるように準備をねしていきましょう。はい、じゃあ以上で今日の講義はおしまいです。皆さんご参加いただきましてありがとうございました。